皆様、ごきげんよう、サボです。今回は前回の動画に引き続き、えー、渋滞はどうして起こるのかという問いについて考えていきたいと思います。で、えー、車によく乗るであろう黒木の方が詳しいと思うので、えー、渋滞はどうして起こるのかっていうのを、まず一般的な考えを説明してもらっていいですか。はい。 えっとまあ、交通渋滞というのはです、ね、これあの非常にあの面白い仕組みでこれ囚人のジレンマ的な問題なんですけどあの要は渋滞で一人の人があのまあ全体でこうな対立を組んで、ね、あの動いていることを想像したときに一台の車が、えー、全体の輪を乱すような行動をすることによって 後ろの,その車がどん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 遅れていくっていうのがこれはもうあの実験とかでも証明されてるんですけれども、まあ、そういうのであの渋滞が起きてくるっていう感じなんですね。見出すねでよくあるのがどういうういい例なんかなんってののはよくあるのがその渋滞が起きると自分はやっぱり早く渋滞を抜け出したいから、うん、例えばあの片側三車線とかだとその車線を変えて なんか空いてるところに行って行こうとすると思うんですけどでも実はこれってその車線を変更することによってあのその後ろの割り込まれる列の後ろの人たちが遅くなるので全体として見た時にどんどんどん渋滞を加速させるっていうことになってしまうと。でじゃあその渋滞を増幅させてしまうその渋滞を できるだけさせないようにするためにはどうすればいいのかっていうのをその渋滞吸収者みたいなのがあるんですけどそれ何かっていうとあのどうすれば渋滞が起こらないかっていうとみんなが全く同じペースでずっと走り続けるっていうのが大事。うーん、なるほど、ねで。前との距離が仮に空いたとしてもその自分の車は常に同じ速度で走り続けるっていうのが大事。うんうん、なるほど まあ確かに今までだったら前の車間距離が空いたら詰めないといけないから例えば時速30キロだったのが一時的に60キロにして追いついてでちょっとブレーキかけて止まるじゃないですか。うん、これをやること渋滞が起きるので一番いいのは車,線が車間が仮に空いたとしてもずっと30キロでゆっくり進み続けるっていうのが実は渋滞を作らないっていう。か 車間距離が空いてたら、詰めた方が全体のためになるんじゃないか、後ろの後続車のためになるんじゃないかって思うんだけど、実はそうではない。全体にとってはそうではなく、さ低速をキープする方がいいっていう。そう、うん。不思議だよね、それも考えてみたら。そう、じゃあこれねあの、実験はどういうふうにやるかっていうと、すごく簡単で、その校庭みたいな広いところに、うん、その一周、まあ、大きな円を描く形で車を走らせて、 でえー、とずっと同じ速度で走ってるんだけど、1台だけがその突然止めたり、逆に速くした時にどうなるかっていうのを実験すると、その1個初めに動いた車の後ろの人がそれに合わせる形であの動,くの動くので、それをどん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 後ろにもこう発球していって、そうすると円の動きが明らかにこう停滞しながら動くっていうのがもう分かってるんですようーん。なるほどね <今>そっ<う>かその話を聞いてあの仕事のタスクとかも同じかなって思ったな今<う>。例えばチームで多分回ってると思うんですけどなんかすごいペースを乱す人がいて1週間なんかのんびりするけど次の1週間なんかすごいやる気スイッチが入ってめちゃめちゃやるけどあの <laughs> 遅れた分、ね、持ち直そうとすると。っていう風にその。 なんかペースが見られてやってる人がいるとその次のタスクをする人たちにこう渋滞が起こっていくんじゃないかなって今ちょっと思ったんで仕事をするときもその渋滞量を生かすとなんかペースめちゃんとある程度のペースでしっかりやった方がチーム全体がスムーズに回るのかなっていうふうにちょっと思いましたうん面白いねそうかもしれないね、うん、そう,そうだから面白いねなんだろう 焦るな何で,でそうなるんだね何だろうね不思議なことに、うん、これやっぱ多分その運転してる人はまあ一人の人間なので、うん、人間のやっぱりその意思というか本能としては、まあ、当然前が空いてたら進むっていうのとか、うん、早く着き目的地に着きたいとか、うん、渋滞は嫌だとかなんかすごくあの当たり前なところから来てる気がするんですよ。 そうだね詰めるという行動に関してはその,その個人の自己利益の追求の結果だよねきっとうん,うんそれが積み重なると渋滞になるっていうのがなんか不思議だよね一人一人は前に詰めようとしているのに全体的に遅れるっていうのは何だろう、うん、なんかあれとあの経済のなんだっけあの需要と供給の神の手のあるじゃないですかうん 需要と供給をなんか自由に一人一人が経済活動をすることによって、需要と供給のバランスが成り立つって、アダム・スミスか。あれのなんか逆のような感じがするね。なんか一人一人が、なんか、うん、あ逆でもないのか。なんか一人一人が最適な行動をとっているにもかかわらず、全体が遅延するっていうのはすごい不思議だなっていう。 ああ、そうそうそう。それがその経済学でいうところの、その、合成の語尾とかって言われる言葉で、Wikipedia とかで調べると出てくるから、<ー>結構面白い。なるほど。あ、それ経済学の言葉なんだ。うんうん。うんその渋滞理論の話は、えっと、一個前の動画で言う、そのパニック外と多分、共通するところがあって、うんうん、えっと、 その自分の取った行動がそのの後ろの人の行動にまあ影響するっていうことでそれがある程度その一つのストリームラインというかその流れになってるっていうのが大事で,でだったらその一つの道路の上に複数の車がつながってるであるいはその場合によっては複数車線あるっていうあこととあの買い物の場合は最終消費者っていうのがいて その人たちに提供するそのお店スーパーがあってお店に提供するそのまあ収穫業者がいてでそれを作ってるメーカーがいてでそれをさらに提供してる原材料提供してる、まあ、農家があったりとかあの加工業者がいたりとかっていう、うん、その一つのラインがあって。 でえー、と例えば、買いだめの例で言うとこの消費者がものすごい何かをいっぱい買うということ,ことは渋滞理論でいうところの一の台の車が我先を争ってあの先にどん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 例えば車間をすごい詰めるとか車線変更いっぱいしまくるっていうその自分にとってはすごく当たり前の利益の追求の行動することによってそれが。 後ろの車とか後ろの,そのサプライチェーンの人たちに影響を与えて、全体として見るとすごい非効率が生まれるっていうことだと思うね。うん、ああ、なるほどね。買い占めも渋滞理論を引用できるっていう。うん、同じだと思います。ああ、なるほど。ということは、じゃあ渋滞を起こさないような消費活動を一人一人が心がければ問題はないんではないかと。そうね、これやるとすごい。 あの社会にとってはすごくよくて、なんでかっていうと、全員がその渋滞九州の理論を守って、同じ速度でずっと歩きあの走り続ければ、まずそのドライバーがその渋滞にあのなっている時に、ストレスを感じるっていうのがまあ減るっていうのとか、あとはその渋滞するってことは、いっぱいその加減速を何回もやるってことなので、ブレーキいっぱい踏むんですけど、それを要は回数減らせるので、ブレーキパッドの消耗が減るとか。 あと燃費が良くなるとかね、あとはそのアクセル踏まなくなるから、無駄にね、だから環境にもいいとか、あの渋滞が発生しにくくなるとか、すごいいいことづくめなんだけれども、なかなかね、人間が運転するか、人間がその行動しているがゆえにあの、そういう難しさはあると思うんだけどね。なるほど。じゃあまあ基本的にはあれですよね、あの物理でいうと、この等速直線運動をみんながするのが理想っていう。 ね、多分そう、だね、一番の簡単なソリューションはもう明確で、完全自動運転車なんですああ、確かに。そっか、自動運転はそこも解決できるんだね。そうそうああ、なるほど。確かに。じゃあ、やっぱりその渋滞を起こす原因っていうのは、人の意志というか、うん、心的な問題なんだよね。 とあとは、その例えば坂道が実は気づかないけどその道路にあるんだけれども、うん、あの人間が運転してると自分は30キロのつもりで同じアクセルを踏み続けてるつもりでも上り坂だとやっぱり車の速度って遅くなるじゃないですか。あーなるほど それが自然渋滞のまあ原因でもあるんだけれども、はいはい、でも完全自動運転車だったら30キロって設定すれば30でずっと上り続けるので、逆に下り続けるので、全くその等,等速直線運動でずっと行けるっていう。ああ、じゃあむしろ自動運転の方がいいっていうことなんですね。じゃあそっかなるほどね。そう考えるとなんか自動車運転に関しても全て、えー、自動運転が。 いいって思うけど、あれですか？車に乗ってる人としては、やっぱ手動運転ならでは何かがあるんですかね？面白さというか、自動運転ない。<laughs> まあ自動運転乗ってないからわかんないかま <laughs> いや、まあ今の車でもその速度設定して、あの自動的にその速度に合わせるやつとか、うん、前の車に近づいたら一体感覚を保つ機能とかもうすでにあの。 ああるるのででそれ使ったこともあるんですけどまあ確かにそれすごいですよ。すごいけど、車乗りからするとそんなに面白くはない、ね。ああ、なるほどね。じゃあ、ちょっとその、なんだろうな、自動運転と手動運転はどっちが楽しいのかいいのかっていうことについて次と話してみますか。話してみようか。わ <laughs> かりました。はい。<laughs> じゃあ、今回の動画は、えー、これまでになります。また次の動画でお会いしましょう。